それでは本日のプログラムの最後といたしまして、JST バイオサイエンスデータベースセンターの高木副センター長より、本シンポジウムのまとめと閉会のご挨拶を申し上げます。何度も登場して恐縮です。私はあんまりまとめなんかしたくないんですけど、やるということなので、ちょっとビールが待ってますので、手短になりますので、よろしくお願いします。今日は統合シンポジウム、10月5日ということで、ですが今回統合の形を探るという副題がついています、プロジェクト始まって5年も経つのに今頃も探ってるのかということで怒られそうなんですけど、もう一度探ってみようということでご理解いただきます。で今日は最初午前中はですね、その分野によらない統合の形でしょうか、枠組みがどうあるべきか、その技術的な課題の話がありまして、その後、その東大の小池先生の話もありましたけれども、多分野でどういうようなことが行われているのか、またそのライフサイエンスに限りますけれども、省官の連携ということでどういうような形を作ろうとしているのかというお話がありました。で最後に、それぞれの分野ごとに、統合の形というものを見ていただいたと思います。多分本日来られている方は大部分が、データベースを作る方の方じゃないかと思いますので、そういう方々にとってはこれからもう一度その自分が作ろうとしているデータベース、あるいはその統合というものの形を多分野のも含めて参考にしていただければと思いますし、また一部ユーザーの方もいらっしゃいます。ユーザーの方にとってはこういう形があんまり望ましくない、あるいはこういう形がいいということをぜひこれから言っていただければと思います。どちらにしてもライフサイエンスに限りませんけれども、統合というのは非常に重要で、これがないとなかなかその研究が進まないということは今日ご理解いただけたんじゃないかと思います。で最後に今後の、少しスケジュール等をご紹介しますと、先ほども少しご紹介しましたけれども、現場レベルの方でその、この、今回の NBDC の公募にとった11課題を中心としますけれども、それ以外の方も含めて、実務者連絡会という依頼です。これは別にクローズドじゃなくてよりそのオープンにしていきたいと思っておりますので、関心のある方はぜひご参加いただければと思います。それから各省の、プロジェクトとの連絡会もこれまで通り、あるいはこれまで以上に緊密に進めていきたいと思っています。それから、内閣府の方総合科学会議、午前中本庄先生に言っていただきましたけれども、統合データ推進タスクフォースというのは、今ちょっと中断しておりますが、また動き出します。その中で、26年度以降の体制のあり方、あともう一つ今日先ほども議論になりましたけれども、人由来データの公開というでしょうか、扱い共有の議論をこれからしていく予定にしています。それから12月分子生物学会がございますけれども、そこに特別企画展ということで20ほどナショナルバイオリソースプロジェクトと同じような感じで展示をしたいと思っていますので、もしご興味があればぜひそちらにもご参加いただければと思います。それからあと種樹の講習会を今後企画したいと思っております。これもどういう場所でどういう講習会が必要かというとぜひ言っていただければ、私たちの方で対応できるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。それからひょっとしたら皆さん一番関心があるかもしれませんけれども、来年度もまだ予算の状況どうなるか分かりませんけれども、来年の春に統合化推進プログラム、今10課題選ばれておりますけれども、10課題でもだいぶ多様でございますけれども、このライフサイエンスの多様さから言ってまだまだ足りないところがございます。もう、取りこぼしたようなところをですね、一つ二つ公募したいと思っていますので、よろしくお願いします。それからこれも先ほど触れましたけども、バイオハッカーソンという、アクティビティをずっと続けております。これは今日お話がありました RDF なり、そういうようなもののウェブ技術等を使ってデータの統合化をどう進めていくかという国際的なシンポジウム、あるいはその合宿になっておりますので、こちらも別にクローズではありませんので、ぜひご参加いただければと思います。それから最後になりますけれども、来年もまたこの10月5日にですね、統合の日のシンポジウムもしたいと思っています。で再来年もやろうと思っています。再来年土曜日になるのでどうしようかなと思ってますが、なんとか10月5日をこのアクティビティに続けていただいて、続けていきたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。